皆さんこんにちは。今日もフィリピンパラワン島プエルトプリンセサからお送りしています。今日もね、相変わらずいい天気です。ずっと夏です。で、今日もですね、いただいたメールをね、読んでいきます。これだ。こんにちは、誠さん。フィリピンの家のことで相談があります。フィリピンの彼女と結婚予定で家を建てようと思っております。はい。今彼女はフィリピンに帰ってしまい、日本とフィリピンで離れ離れになっておりますが、近々私がフィリピンに行き結婚する予定でいます。はい。彼女とは名古屋のいわゆるフィリピンパブで出会いましたが、かなり親密な関係が長く続いており、結婚の約束をしてからもう半年が経っています。去年の12月、クリスマス前に彼女はフィリピンに帰ってしまい、そして私は今年の4月に用意をしてフィリピンに行き、結婚の手続きを進めようと思っています。今1月でしょ ?2、3、3ヶ月後ね。彼女は27歳で、私は62歳です。定年後、今現在はアルバイトのようなことをして生計を立てておりますが、フィリピンに渡ってからは年金を前倒しで受給して暮らしていこうと思っています。早期受給をすると金額がかなり減ってしまい、日本から住所を抜けば実質手取りが12万円台ということになります。しかし今現在、貯金も1500万円と少しがあるために何とかなると思っております。家を建てても1000万円はもしものために確保しておきたいので、家と土地自体が400万円ぐらい、そして家財などで100万円を予定しております。彼女の実家はラグナの方なのですが、家を建てるとすると自然災害がないと言われているパラワン島に非常に魅力を感じています。400万円でパラワン島プエルトプリンセサで手頃な土地を買って、しっかりとした小さくても良いので家を建てることは可能でしょうか。土地も建築資材も値上がりしているとのことで400万円では厳しいのでしょうか。彼女もパラワン島ならいいと言ってくれています。そして私も皆さんのお仲間に混ぜていただければ大変嬉しく思います。よろしくお願いします。っていうね、メールをいただきました。名古屋、いわゆる栄女子大のフィリピンパブで出会った。12月に彼女がフィリピンに帰ってしまった。それまでお店で働いてたのかな?本当に彼女結婚する気があるのかな?ごめんなさいね、メールいただいた人。親密な関係が長く続いておりって言ったけど、メールいただいた方は彼女のことを疑ってないでしょうけど、他にも親密な関係だった男の人いないですか?本当に?まあ、どういうね、こう、約束でどうなってるのかわからないけれど、12月、1、2、3、4、4ヶ月会わないわけでしょ ?4 月にフィリピン行った時に結婚しようって戸籍謄本持ってってことかな。まあそれで本当に結婚するんだったらいいんじゃないですかね。ただそこの後の方にね、家を建てるって話があるけど、ちゃんと結婚手続きしてからにしてくださいね。なんだかんだこう、ほら、いろいろあるじゃないですか。出生証明が時間がかかるとかなんとか言って、先にうち買っちゃおうよとか言って、もちろん彼女のことは疑ってないでしょう。だけどもしかして、まあ、平たく言って悪い女だったら、嘘ついて先にうちだけ自分のものにしてっていうことも、泣きにしもあらずっていうのがちょっとありますね。まあちょっとそこら辺がね、まず最初の心配なとこだけれども、
62歳ですよね。彼女27歳。で、60歳で定年後はアルバイトのようなことをして生計を立てている。うん。フィリピン渡ってから年金前倒し。あ、それでも12万円台あるってことね。住む家があれば12万円あればね、楽勝ですけどね。もちろんこのパートナーの方がいれば夜遊びでね、多額の現金を使うってこともないでしょうし、1500万あって1000万取っときたい。取っとくのはいいことですね。取ってあるよって彼女に分かんないようにね、内緒にして取っといてくださいね。家と土地自体が400万円。小さくても良いので、しっかりしたうち。大丈夫じゃないですかね。100平米ぐらいの土地を平米5000ペソで買って50万ペソでしょ。400万円ったら 何ミリオンあるの。まあいいか。土地が50万ペソだとして小さくてもいい。例えば35平米のうち1ミリオン。100万ペソ。そんな大工にボラれなければね、平米単価がまあ3万ペソ弱だとして全部お任せでやってね、約100万ペソですよね。土地が50万ペソでしょ。150万ペソ。150万ペソ。あと外交。塀とか門とかでまあ、そんな立派なの作るんだけど、10万ペソで160万ペソでしょ。400万だ。410万、420万ぐらい。で、できちゃいますよ。ちっちゃいうちだったら。狭い土地でね。うん。そうですね。あと、税金だなんだってもね、まあ、そんな、買うときは高いもんじゃないんで、売るときはね、売りって結構払わなきゃいけないんだけど、キャピタルゲインタックスとかね、一律 6% 取られちゃったりするんでね。それ大体売り方がね、負担するんで。400万でね、立っちゃうんだよね、新築のうちがね。値段上がった上がったって言っててもね。だ今言ったのって大体うちぐらいじゃない？ここぐらい。ここが、土地が90平米で、で、うん、そのぐらいでね、35、6平米でしょ？うちが。で、まあ、塀とかこういうの結構お金かけてるけど、そうだね。106、70万ペソって感じかな、今。これを建てたら、大工に丸投げしたら多分全部で2ミリオン200万ペソって感じになると思うけど、400万円でね、自分もこう口出して細かいその資材買うのとかそういうのもね、自分で足使えばね、もっと節約できますよ。うん。家財などで100万円ね、エアコンだ、冷蔵庫だ、洗濯機だ、テレビだ、まあ100万もいらないんじゃないかな。バイクぐらい買えるんじゃないですか、100万円あればね。エアコンがね、セパレート型で3万ペソって言ってたな、この前。鈴木さんが言ってたけど。工賃込みでって言ってた。安いとこ見つけましたよね。洗濯機でしょ？洗濯機が2万ペソぐらいでしょ？冷蔵庫2万ペソとして、ちょ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 。ベッドだなんだ、15万。20万ペソ。50万円あれば。バイクまで買えちゃう、100万円あれば。で500万円で全部ね、住む用意できますよって、1000万取っとける。うん。まあ、お金の問題はね、そうとして、その、彼女とって、まあ、深い関係、親密な関係が続いたって言ったけど、泊まりに来てたとか、一緒に泊まったことがあるとか、そういうことですよね。またそれね、一緒に暮らすっていうのとは全く違うことなんで、だから、パラワン島ならいいって言ってくれてるって言うんだったら、パラワン島に来て、まず、アパートを借りて、そうだね、打ち立てるにしてもね、アパートを借りてから、少なくても3ヶ月ぐらいはね、そのアパートで一緒に生活してみて、あ、この子と一緒に生活していけるなと思ってから、土地を買って、家を建てるっていうのをやった方がいいですね。うん。そうね。自分でその、なんていうのかな、ちょっとでも建築のこととか、まあ日本で言うとフィリピンで言うと全く違うけれど、共通の部分もあるんで、少しでも勉強してきて、現場にね、毎日行って、大工とこうコミュニケーション取りながら、やるとね、
いいんじゃないかな。だいぶ節約もできると思いますよ。ずるい大工なんかが当たると、余分に資材をね、購入して、それ持って帰っちゃったりなんて悪いやつも結構いますから。まあでも一番心配なのは、その彼女との関係、それがちゃんとうまくいくのかなってことです。こんな感じでよろしいでしょうか。まあ楽しいでしょうね。62歳で27歳のお相手だって。名古屋ね。女子大。もうすぐ行くかな。深いの時にね。2次会、3次会で。そうなんだ。うん。あ、いいですね。まあ、楽しくね、暮らせればいいですよね。もちろんパラワン島来たらね、アパートにね、来て、こう、落ち着いたら連絡いただければ、プエルトプリンセスさんにね、いるみんなが集まる時なんかね、一緒に行って紹介はしますんで、気の合いそうな人とね、付き合っていけばね、いいと思います。はい。僕が全然気が合わなかったなんてこともあり得るんでね。はい。今日こんなね、メールをご紹介しました。くれぐれも、あまり焦らないようにっていうのがいいですね。はい。今日この辺で失礼します。